皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。今回は11月22日に行った越冬のための放送作業と越冬初日のハチたちの様子を紹介しましょう。一旦放送すると来春まで基本的に巣箱を開けることはありません。この日の天気は晴れ、最高気温は13度ありました。暖かい日和ですが、このあと3日間は雨や真冬日が続くとする天気予報を見ながらの越冬開始となりました。朝の8時半です。低温のため蜂たちがまだ巣の外に出てこないうちに巣門を閉じます。巣門には自転車の古いタイヤチューブを切断したものを詰めて、防寒のために出入り口をすでに狭くしてありましたが、今はそれを完全に閉めます。越冬の場所はシーズン中にこの巣箱を置いてあるところからは30メートルほど離れています。そこへの運搬作業や巣箱の包装作業を行っている最中に蜂が巣の外に出てこないようにしなくてはいけません。巣門を塞ぐにはこのように窓を開けるという方法が簡単ですが、この経営では冷気が巣の中に入り込むことを懸念してこのやり方を採用していません。確かに朝方には冷え込みます。どうやら巣門を閉じる前にすでに外に出ていた蜂がいたようです。かわいそうですが、彼女が帰巣できるように巣門を開けると巣の中の他の蜂たちが外に出てきてしまう恐れがあります。巣箱を越冬する場所のそばにまで運び込んできました。越冬法には大きく分けて社外越冬法と社内越冬法の2種類があります。この経営の場合、一応屋根がついた納屋の中での越冬ではありますが、ご覧のように壁や窓は吹き通しです。そのため完治の社外越冬で用いられることのある二重箱式越冬法を採用しています。二重箱式越冬法では巣箱を収容できて、しかも巣箱との間に四方それぞれ少なくとも10センチメートル程度の隙間ができるような、そういう外箱を作成します。そしてその箱の中に巣箱を置き蜂を越冬させます。また外箱にも巣門をつけます。そして巣箱の巣門と外箱の巣門とを板で連絡して、その板を通って蜂たちが自由に出入りできるようにします。この通路となる板のことをこの養蜂場では渡り廊下と呼んでいます。巣箱の巣門と外箱の巣門との間には若干の高低差を設けています。これは正面からの風が直接巣箱の中に吹き込むことを防ぐためです。そのため渡り廊下をそれを置く板の上に角度を持って設置することになります。また渡り廊下に角度を持たせるためには、渡り廊下の巣箱寄りの一方を持ち上げるための支柱が必要になります。巣箱、渡り廊下、さらに渡り廊下を置く板、これら3者の位置関係を慎重に調整しているところです。渡り廊下の位置もここで一旦設定したならば、トラブルがない限り来春まで変更することはありません。そのため安定性や通りやすさに注意しながら慎重に位置を調整しているのです。なお外箱の中に置く巣箱は2段重ねにしてあります。その際下の段により個体数の多い群を置くようにしています。これは下段の群の出すより大きな熱が上段の群の保温の助けになるのではないかとの考えからです。次に外箱と巣箱との間の四方の隙間によく乾燥した保温物を詰めます。保温物は上段の巣箱の上にも置いて、上段の巣箱を保温物で覆うようにします。ここで保温物として使っているのはコーヒー豆を梱包する際に使った麻袋です。麻袋は焙煎を行っている札幌の喫茶店から頂戴したものです。作業がここまで進んだところで巣箱を封印していたゴム栓を取り除きます。さらに外箱の周囲と箱の面と面とのつなぎ目を紐で縛って4つの面をしっかりと固定します。巣箱の巣門を開けたので蜂が外に出てきています。今作業として行っているのは上段の巣箱の上にさらに麻袋を積み重ねていることです。
巣箱の中で蜂が羽や体を震わせることによって作り出した熱が上から抜けていくことをできるだけ防ごうとしているのです。なお、二重箱式越冬法で使う保温物としては、この他によく乾燥した藁や枯葉やもみ殻などが使われる場合があるようです。また、この経営では、壁や窓が開け放しになっているとはいえ、納屋の中に巣箱を設置しているので、そのことが防風対策になっています。加えて、納屋の中なので、外箱の巣門への日光の直射も防ぐことができています。しかし、もしも納屋がなかったならば、風や直射日光を避けるために、外箱の周辺に、さらに板塀や風よけ板を巡らさなくてはならなかったでしょう。麻袋で巣箱を覆う作業が完了したところです。ついで外箱に蓋をかぶせます。外箱の蓋は高い断熱性能を持っているスタイロフォームで行います。スタイロフォームの板の上にはそれを保護するために高い強度を持っているポリカーボネート製の波板を置きます。さらに波板の上に重しを置くと、これで越冬用の包装はすべて完了です。それにしても、本日から越冬が始まっているというのに、蜂たちが続々と巣箱の外に出てきます。こんなにも賑やかな越冬初日は、過去にはなかったようです。これは、冒頭でも申し上げましたように、当日の最高気温が13度に達して、蜂が外で活動するのに十分なほど高かったからです。映像は、渡り廊下の様子を、上から覗き込んで撮影しているところです。蜂たちが頻繁に往来していて、渡り廊下がうまい具合に機能していることがわかります。こういうことを確認することができるのですから、暖かい日の越冬開始はまんざらでもありません。こうやって蜂たちが一斉に外に出てきているのは、朝から2時間ほど巣門を閉ざされた上、巣箱に振動を与えたので、それらが刺激になって興奮して騒いでいるという面もあるのでしょう。他方で、巣箱の周辺を飛行しながら、新しい巣箱の位置を確認してもいるようです。ところで、この点で少し気になるのは、巣箱の古い位置を記憶している外勤法たちが、一旦巣箱の外に出た後で、素直にこの場所には戻ってこないで、もはや巣箱のない、前の場所に戻りはしないか、という点です。そこで、今朝まで巣箱を置いてあった場所に、様子を見に行ってみました。そうすると、案の定、外勤法がやってきていて、あるべき場所に巣箱がないので、興奮してブンブンと騒いでいます。昨年までは、越冬する前に、外勤法の記憶を消すため、巣箱を、一旦しばらくの間は遠くに置く、という手順を踏んでいました。しかし、今年はこのようなプロセスを経ておらず、その結果、巣の古い位置を記憶している蜂たちがいて、彼女たちの中には、元の場所に舞い戻ってしまった個体がいるようです。ただ、そうした郷愁に駆られた蜂の数は、それほど多いとは言えないようです。正確な数はわかりませんが、100とか200とか、その程度のようです。そこで、この場所で捕虫網を振り回して蜂を捕まえた個体を越冬箱の前で放すという作業を行いました。これを5、6回繰り返したところ、迷子の蜂の数は目に見えて減りました。それと今回もう一つ紹介したいのはこの場面です。これは設置したばかりの外箱の巣門の光景です。画面右上で一頭の働き蜂が仲間に取り囲まれ、彼女たちの手によって巣の外に排除されようとしています。ではどうしてこの一頭は巣から追放されなければならないのでしょうか。映像を止めてさらに拡大して見てみます。お分かりでしょうか。追い出される個体にはミツバチヘギイタダニがついていたのです。前回の動画で、私はこの養蜂場ではミツバチヘギイタダニの被害は深刻ではないとのんきに紹介しました。しかしそれは蜂たちが身を削りながら戦っている末に勝ち取っているものだったのです。そのことに改めて気づかされる瞬間でした。以上、ミツバチの越冬初日の様子の紹介でした。
今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。